どうぞ楽にしてください。で、今日はどのような症状で？はい、頭痛がひどいんです。それと電話に出るのがすごく怖くなっちゃって、なのに着信がないとそれも不安で、心臓がドキドキして眠れないんです。なるほど。その症状はいつから？頭痛は2年くらい前から、ちょうど就職した頃です。原因には心当たりある？はい。なざみ、みかこ、ごめんね、こっちから誘ったのに遅れちゃって。ううん、大丈夫。早速だけど聞いてよ、 MC の編集がさ、私の記事にまたケチつけてきて、2日で全直しだって。それで超頭きて言い返してやったんだけど、どうしても全直ししろっつってさ。仕方ないから書き直してやったけど、マジあの編集センスないわ。あと、まあ、別の会社の編集もさ、もうちょい自分らで考えてほしいわ。なんかいいやないですかって全部丸投げ。私と美香子は高校からの親友。フリーランスでファッションライターの仕事をしてる美香子は、会うといつもこんな感じで愚痴ばかり。普通の会社勤めと違ってストレスの多い業界なんだろうな。それに比べるといいよね、 OL って。言われた仕事こなしてれば安定した給料もらえるし、頭使わなくていいでしょ。そうかな。あ、やば、もうこんな時間。この後彼氏と会う約束してるんだった。これくらい流してあげなきゃ、友達なんだから。いつも愚痴聞いてくれてありがとね。のぞみがいなかったら私マジで死んじゃうかも。こういうとこが憎めないんだよな。高校時代、地味で無口でクラスの中で浮いていた私に声をかけてくれた美香子。美人でおしゃれな美香子と仲良くなって、ようやくクラスの輪に入ることができた私にとって、美香子は今でも私の自慢の友達。美香子、何？あ、ごめん、寝てた？あのね、ひどいんだよ、彼氏が。あの、美香子、明日じゃダメ？もう遅いし。平気、私基本在宅ワークだし。いや、私普通に朝9時出勤なんだけど。彼氏が風呂入ってる時にこっそりスマホ見てたら逆ギレしてさ、めちゃくちゃ怒られたの。でも私ほっといてスマホ触ってるあっちが悪いと思わない？逆ギレされて本当になんてのって感じ。そういう配慮足んないよね。ってなっちゃダメだあいつ。もう朝？通りで眠いはずだわ。じゃあ付き合ってくれてありがとう、またね。藤崎さん、また決算伝票の数字が間違ってる。すみません、すぐ直します。最近ミスが多いわよ。この前みたいに取引先の振込日を忘れるとか勘弁してよね。申し訳ありません、気をつけます。ここのとこ週3で夜中に美香子から電話あるからな。なんかずっと頭痛がするし。で、そのウェブ雑誌の編集がさ、後輩ライターの原稿チェックまでフリーの私に押し付けてくんの。私だって自分の原稿も取材もあるのに。もう9時、3時間も愚痴聞いてる。でもさ、美香子、後輩を育てるのも長い目で見て自分のためって考えればよくない？は？私たちだって新人の時先輩にいろいろ教えてもらったから今があるじゃない。同じように後輩の子を育ててあげられれば仕事の連携もスムーズになって、今度は逆に助けられることも。あんたに何がわかるの？え？ライターの仕事は会社勤めと違うんだよ。面倒を見てやったってその新人に仕事取られることだってあるし、のぞみって昔からそうだよね。一人じゃ何にもできないくせにいい子ずらしてヘラヘラしてんの。え、なんで私こんなひどいこと言われなきゃならないようなことした？よくわからない業界のことに口出したから。じゃあなんで何時間もその業界の口聞かされてたんだっけ。ああ、ごめん、美香子。私もごめんね、ちょっとイライラして言い過ぎちゃった。
今度おごるから許して。あ、なんだろう、もやもやする。頭が痛い。美加子にとって私って何なの。なるほど、それはかなり重症だね。え、私？いやいや、君のお友達が